次に徳永恵里さんの質疑を行います、はい、徳永恵里さん、はい、おはようございます民主党新緑部会の徳永恵里でございます今日は TPP 協定についてお話を伺いたいと思いますが私の地元北海道は一時産業が非幹産業であります農業漁業林業 TPP による関税の撤廃削減は 一時産業だけではなくて、関連産業、そして地域にも大きな影響が出るということで、地元の皆さんは大変に不安に思っておられます。総理、ご存知でしょうか、北海道は国土の22%の面積です。首都圏からはるかに遠い、1年の半分を冬に雪に閉ざされている、そして地域によっては農業も作れるものと作れないものがあって、 農業の形もいいろろありますそして、今までそういったハンディキャップを背負いながらも、北海道の農業者の方々は、国の政策に従って規模拡大を進め、生産コストを削減し、必死の努力を続けてまいりました。そして、やっと、やっとみんなが安心して、農業を続けていける。まあ、後継者不足などの問題ありましたけれども、 皆さんは安心して農業を続けていける、そんな雰囲気だったときに、この TPP の話が出てまいりました。そして、大筋合意という形になって、交渉の内容が少しずつ明らかになってきて、これは大変だと。農林水産省は北海道でこの TPP に関して説明会を開いておられますが、その説明では、影響は軽微だと。 ほとんど影響がないとおっしゃっているそうでありますけれども、今までの自由化で、現場にどんな影響があったかということは、もう皆さん経験済みでおられますので、本当に今、重苦しい気持ちだと思います。ただ、あたかも TPP は、もう決まったかのような空気が流れておりますけれども、TPP は決まっておりません。大筋合意をしただけです。そして 11月5日、ニュージーランドから TPP 協定のテキストが公表されましたけれども、これも最終的な協定文書なのか、これが正式な協定文書なのかもよくわかりません。このニュージーランドでの協定文書の公表を受けて、日本,から日本の政府からも TPP のテキスト21分や30章の概要97ページ、そして 改善点や、留保項目のリストや付属書84ページ、さらには利害の強い国同士で交換された交換文書、それから法改正が必要な事項などが配布されました。これから、その中身をしっかりと精査をして、そして具体的な影響をしっかりと表に出しながら、 あるいは地域での影響資産も出していかなければいけない、そういう状況の中で、政府・与党では、農業対策について今、議論をしておられて、そしてまもなくまとめようとしておられる、なんとなく違和感があります。TPP はまだ決まっておりません。アトランタ交渉会合、10月5日に大筋合意をいたしました。 その大筋合意を受けて、総理は記者会見を開かれました。そして、TPP は国家100年の計 TPP は私たちの暮らしを豊かにしてくれますとおっしゃっております。私は決してそうとは思えません。農業や自動車の関税だけではありません。医療はどうなのか、労働はどうなのか、あるいは食の安全安心はどうなのか、私たちの生活にどんな影響があるのか。 不安な要素がたくさんありますそこで、なぜ総理は記者会見で、TPP は国家百年の計そして私たちの暮らしを豊かにしてくれますとおっしゃったのか、TPP はどういう協定なのか、TPP によって日本がどう変わるのか、先ほど、山谷委員にもご説明しておられましたけれども、抽象的な スローガンばかりでは、何を言っているのか全く分かりません。もっと国民が分かりやすいように、具体的に TPP 協定で日本はどう変わっていくのか、まずは総理からご説明をいただきたいと思います安倍内閣総理大臣。きっちりとしたルールのもとに、自由貿易を行っていく、これはです、ね、日本にとって大きな利益があったのは事実であります。例えば日本の 高度経済成長に向かって成長していく中においては、日本がガットに加盟をしたことは大変大きかったわけであります。また中国がです、ね、これだけ経済で大きな成長をとれたのは、WTO に加盟したからであります。間違いなく自由貿易はその国や地域に大きな利益をもたらせます。そして今回の TPP でありますが、TPP はこのアジア太平洋地域においてです、ね、自由や民主主義や基本的な価値、特に 法の試合ですねそうした基本的な価値を共有する国々とともにです、ね、21世紀にふさわしい新たな経済ルールを作っていく、そして人口8億人、世界経済の4割近くを占める広大な経済圏を生み出すものであります、そしてそこで大切なのはです、ね、そこに新たなルールが作られるということであります。 恣意的でますまさにそうしたルールが作られていく、また透明性の高い秩序の下で、自由で公正な共生を、競争をです、ねまあ、促進をしていくことになります。このようにルールがあって、きちっとしたそのルールの中で、さまざまな知財も含めてです、ね、そうしたものが守られていく、ちゃんと付加価値をすれば、 頑張って新たなものをこしらえていけば、その価値が守られるということになって、初めてイノベーションが起こっていくわけでございます。そのことによって、例えば、それは日本国内だけであれば、ですね日本の国内の法律があるわけでありますが、新たに海外においても、それが同じようなルールが適用されるわけでありますから、当然、対象のこのいわば消費者は一気に8億人に広がっていくという中においては、新たな当然、イノベーションが促されていくわけであります。 高い経済価値を生み出す価値を発揮することができるんだろうと、こう思うわけでありまして、これは日本のみならず、アジア太平洋地域全体において、成長戦略そのものであろうと、こう思います。そしてまた、では果たしてメリットがあるのかというお話でありますが、今まさにこうした、こう申し上げましたような、新たな経済圏があって、ルールがあって、そこで新たな価値が生み出されるというダイナミックな 変化が起こってくるこの TPP についてですねで、そこでメリットがないのであれば、ではそこに参加していこうという国は存在しないわけでありますが、そうではなくて、この TPP、大筋合意された後ですね、多くの国がこの TPP に対して興味を示しているわけであります。その中においてですね、TPP はルールに従うコミットメントがあればですね、後からでも参加することができますが、当然、後から参加する上においては、もうすでに我々が、 この TPP、大筋合意をしましたから、私たちの同意がなければですね、参加することができないということでございます。この各国が参加を示している中において、まあ、TPP は各国の経済改革の目標となったですね。法の支配が及ぶ領域を拡大させていくという力を持っていると、このように思うわけでございまして、いわば、まさに、我々はイノベーションを起こしていく。そして。 私たちのこのマーケット、消費地をです、ね、拡大させていく、大きなチャンスを得ることができた、そして繰り返しになりましたが、まさにそこには同じルールが適用される、これが一番大切なことであって、えー、付加価値をすればです、ね、しっかりとその付加価値がまっとうにこれ、評価される、まあ、そういう大きなマーケットを作り出すことができると、まあ、こういうことでございます徳永エリーさん。 あのやっぱりテレビをご覧になっている方は、何を言ってるかわからないと思います、でまあ、イメージだけはいいことずくめのような感じですけれども、本当にいいことずくめなんでしょうか、デメリットや、それから懸念事項というのはないんでしょうか、総理、いかがですか。あまり国務大臣あの経済連携というのはそれに加わった人が あそこのルール、得点を得られて、その外側の人はそれが得られないわけですねで、日本が鎖国をしているとしたら、日本の中だけで商売をしなきゃならない、人口は減っていく、少子あのえー、購買力は減っていくと、経済は小さくなります、で隣近所に人口がどんどん伸びていってです、ね、購買力が伸びる地域がある、そこに日本が行こうとすると、 そこのグループに入っている人たちだけは関税はない、えーあのえー、いいあの得点を得られる、こちらだけ得られない、だとしたら、これが得られるようにするっていうのは経済連携協定です、でデメリットとメリット、それは日本あのそれぞれですね、得意な分野と不得意な分野はあります、で不得意な分野に、得意な分野から攻め込まれた場合にはですね、 何もしなければやっぱりり競争力にに劣るとということは確かにありますただ、そこで,です、ね、どうやってその構造改革をしていくかどうやって攻めに転じていくかどうやって自分の良さを差別化するか農産物でもです、ね、価格では勝てないけれどもしかし日本の農産物は外から見てです、ね、非常に魅力があるというのは安全で味覚が素晴らしくて、ね、見栄えもすごい。 価格は高いけど、だとしたら、じゃあ、それが、えー、訴えられるね、えー、消費層はどこなんだっていう、マーケティングっていう技術を取り込んでいく、そうすればです、ね、あの値段だけで勝負するところでは勝てないけれども、そういう層を狙、ね、っていけば勝てるどうやってそこへつなげていくかっていう、そういう工夫になっていくんだと思います。ですから、TPP 自身はですね、T ちょっと今、説明をしてますから、分かるように。いや分か これで分からないですか、多分ほとんどして分かると思いますけど、えですから、お互いがです、ね、自分の得意の分野にお互いが入り込んでいって、拡大できるようにしていくと、これが経済連携のメリットだと思います徳永恵美さん。相変わらず、また農業の話しか出てこないんですけれども、あのまあ、もしメリットだらけなんだとしたらですね、なぜ TPP 交渉は秘密交渉で、 保費義務かかかってるんでしょうか2013年の4月、マレーシアのコタキナバルから、まあ、日本は交渉会合に参加したわけですけれども、今まで私も農林水産委員会、予算委員会で、何度もこの TPP の交渉内容についてご質問してまいりましたけれども、まあ、交渉に支障があるからえ、その中身はご説明できませんということで、ずーっと大筋合意するまで交渉の中身は明かされませんでした。いいことずくめだったら、交渉の中身、話したっていいんじゃないんですか。 なぜ、バラ色の交渉だったら、コヒー義務がかかかるんでしょうかまあまり、出来上がったものを見ればです、ね、えー、それぞれの国が、えー、ウィンウィン関係にあると思います、でこの,あの経済連携交渉っていうのは、ゼロサムゲームじゃないですから、どっかが勝った分だけどっかがそっくり損をするということであればです、ね、それは力の弱い国なんか入ってきません。えー 途上国と言われている国でもです、ね、意を決して入ってきたというのはメリットがあるから入ってきたわけなんですね。で、その、ただ交渉の過程というのは、えー、いろいろなそのやり取りがありますで、で、そのやり取りが全部解除されたとすると、それに関わる人はです、ね、いや、それは困るからということで、当然動きが始まります、そうすると、そこでですね、その国の動きが止まる可能性もありますし。 相手が何を言ってきたというのは、向こうの国のですね、収益面に関わることかもしれません。でありますからその、情報開示はできることはかなりやってきたつもりです、日本はそ相とを頑張ってやってきた方じゃないかと思ってます、ほかと比べてみてください。で、結局、結局ですね、出来上がってみればです、ね、日本としては、えー、農業分野についてはです、ね、えーまあ、センシティビティを抱えてますから、 開、えー、放率がですね、えー、自由化率が81%、じゃあ、よその11カ国を比べてみると、かいあの自由化率はですね98.5%です、これ見ると、ですねなんだ日本だけこんなに甘やかしてるのかということになると思いますけれども、実はその過程では、日本は、ですねそれは農産物間だけを比べたら、ですね日本の自由化率の温度と低いですよと。しかしか 公用製品見てくださいと、公用製品、日本はほぼ100%ですと、あなた方はやってないでしょうと、もっと言えば、ルールの分野について言えばね、日本はルールは優等生ですと、しかし、いろんなルールにです、ね、アクセスさえできないのところだってあるじゃないですかそういうバランスですっていう交渉、い、まあ、わば術,術で,です、ねえー、バランスを取れたということで、こういう結果に持っていったわけです。 徳永恵里さんあのなぜ、保費日分がかかっているかということについては、お答えいただけないようですね、でまあ、メリット、メリットってお話をしておりますけれども、じゃあ、誰にメリットがあるのか、どんなメリットがあるのかということでありますが、あの日本の今、この国内の状況を見てみますと、少子高齢化、人口減少が大変に深刻な問題です。でまあ、企業、特に製造業に関しては、マーケットがどん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 、まあ、人口が減っていけば縮小していく。だから 企業は海外に出ていくわけですね。海外に出ていて、新興国はこれから経済がどん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 成長していく可能性もある。そして平均年齢も20代、30代と若い、人口も非常に多い。現地で安いコスト、安い賃金でものを作って、そしてそれを現地で販売していく。で、どん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 ビジネスを拡大していく。どん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 利益を得ていきたい。これが恐らく企業の目的だと思うんですけれども。 そのときに進出していった国の法律やルールが邪魔になって、なかなかこう企業が拡大できない、障壁になっている場合があります。そのときに、その法律を改正させる、そして規制を緩和、あるいは撤廃させる、それを TPP の 12, 国12カ国、まあ、参加している国の間でやって、そして企業がこの12カ国のどこに行っても利益を拡大し、 お金を儲けることができるその企業のための新しい共通のルールを作ろうとするのが tpp ということだと思うんですだから企業にとってはメリットがあると思いますし経済的な効果成果は出るかもしれませんしかし国民生活を見てみなければなりませんまあ、農業にダメージが出るということははっきりしていますそれからまあ今回最後の最後までですね、えー、バイオ医薬品の データの保護期間の延長ということで、TPP 交渉では揉めておりましたけれども、これが米国では延長されることになったと、国民の皆様この TPP で国民皆保険制度が壊されるんではないかということを心配してたんですね。で、総理も国民皆保険制度は壊さないとおっしゃっておりましたし、それから今回の TPP でも国民皆保険制度は守れました。ところがが米国の製薬会社が 高額の薬をです、ね、保険対象薬として、そして政府の補助金を得て、で、暴利をむさぼっていくと、そういう仕組みになるじゃないですか、それからこのデータの本期間が延長したことによって、どうなるかっていうと、安価なジェネリック薬品が作れなくなりますよね。そうすると、日本国内の医療費がおそらく膨らむと思うんですよ、財政が圧迫されるということになります。 であととちょっと気になるのはです、ね、まあ、直接 TPP ではありませんけれども、来年の4月からです、ね、患者申し出療養制度というのが始まります。これは、混合診療全面解禁に道をつけるものだと思うんですね。混合診療が全面解禁されれば、その保険外のメニューがどんどん増えていく。そうなると、まあ、保険会社、あるいは製薬会社、あるいはその医療に参入したい企業、 こういったところが大きな利益を得ることはできるけれども、国民の皆さんは医療格差ができる、あるいは医療費が高くなる、そういうことにつながっていかないでしょうか。TPP のこの交渉文からはなかなかストレートには分かりませんよ。でもいろんなことを分析していかなければいけないと思うんですね。で例えばですねあの、協定の概要の19章の労働の章なんですけれども、これを読んでみますとですね、 各締約国は自国の法律等において、ILO 宣言に述べられている権利を採用し、および維持することを規定するで、これは強制労働の撤廃とかですね、それから児童労働の実効的な廃止、並びに雇用日、職業に関する差別の撤廃というに書いてありまして、働く人たちにとって、これ、非常にあのいい話のように見えるわけですよ。 と,ところが、労働法令の執行というところでは、いずれの締約国も貿易または投資に影響を及ぼす対応により、自国の労働法令を効果的に執行することを怠ってはならないことを規定、あるいは強制労働のところでは、各締約国は強制労働によって生産された物品を輸入しないよう奨励する旨を規定というに書いてありまして、これはですね、結局、その。 先進国が新興、まあ、国に対してですね、児、ま、童、あ、労働、強制労働、あるいは不助手労働、こういったもただ同然で働かせているような、この労働条件を改善させる、そうじゃないと、その労働賃金が安い部分が製品にメリットになって、新興国では安い製品を作って輸出することができる、先進国はコストもかかる、そして労働賃金も高い、それが製品の上に乗っかる。 要するに、競争条件が公平にならないということで、競争条件を公平にするために、新興国に対して労働規制を強化しろと言っているんではないかと私は思うんです。一方、じゃあ、日本に対してどうかというとですね、まあ、外国の企業が日本に投資をします、日本でビジネスをやろうとする、でもゆっくりとビジネスをやるつもりはないんですよ。短期間で一気に設けて撤退する、あるいはうまくいかなかったら即撤退する。そののにに問題になるのが 業員労労働働者なわわけけでですすす日本はは厳しいい規制で縛らられてままから簡単にに解雇するわけにはいきませんだから、企業の都合で人を雇ったり、首を切ったりできるようにしたい、それが企業の思惑なんではないでしょうか。だから、もうおそらくその国内法の改正、えー、しなければいけないものか、かなり少なくなってますけれども、もう今まで安倍政権になってから、 この TPP を見据えて、いろいろな法改正が行われているんじゃないかと思うんですね。今回の通常国会でまあ成立した、えー、改正労働者派遣法、これもですね、まあ、労働者にとっては低賃金の不安定雇用がますます広がるといって、とでとんでもない法案であります。で、おそらく来年の通常国会では、老基法の改正が行われる、ホワイトカラーエグゼンプション、これ、評判が悪いので、高度プロフェッショナル制度と呼び方を変えましたけれども、 まあ、残業代ゼロ法案ですね、それから裁量,性裁量労働制の拡大、あるいは限定正社員、こういったことを企業のメリットのために進めようとしているんではないでしょうか、ですから、TPP は私はまさに企業のための新しいルール作りであり、国民にとっては何のメリットもない、むしろ心配な要素がたくさんあるのではないかと思うんですが、この分析は間違っているでしょうか。 あまり大に全く間違っていると思います、本当にですね御党の中にも、ですねそういう認識で統一されているとは私は思えません、あのえーまあ、いっぱいいろんなことをおっしゃいましたけれども、えー、まず日本のですねそのいろいろ健康やですね医療やですね食品安全に関わるルールを変更されることは一つもありません、ありません。えー、そしてですね その労働法制についてもおっしゃいました。これはね、その強く、その途上国はですね。そこまでなかなかっていう議論があったのは事実です。しかし、これはですね。一番強く出したのはアメリカのですね。その,その人権とかですねこの環境に関する ngo。それを守れっていう団体からの意見をですね。 民主党に強く出ていて、それで,です、ね、や,のや,っあのやったというところなんですね、でえー、おっしゃるように、児童労働とかです、ね、過酷な労働で安い賃金で作ったものを競争力にすると、えー、これはその競争力はつくかもしれないけれども、しかしその裏にです、ね、過酷な実態があると、それは、えー、ILO でも認められていないからということで,です、ね、それを是正を図ったわけでありまして。 これはあの、えー、企業の収益云々というよりもです、ね、人権の問題から出てきた話なんですでその消費者にとってもですねいろんな選択肢ができるしですね輸入品は安くなるわけですそして日本の農産品はですねあの私は北海道には実はすごく期待してるんですであの特区もですね北海道を何としてもその農産品の特区にしたかったと個人的には。 でえー、規制改革案を出してくれということで何度も何度も仕切り直したんですがよその方が意欲的だからああいう結果になっちゃったんですねで、えー、北海道のです、ね、農産品だってブランドがありますからそれをです、ね、どうやって高いから負けるという発想じゃなくてです、ね、高いから売れるという発想にです、ねえー、どう切り替えていくかとこうチャンスだと思うんですねだから TPP を機としてですね。 あの日本の良さを見直して、良さをどうやって消費者に、えー、国内外の消費者に伝えるかっていう戦略をです、ね、政府としても後押しをしていきたいというふうに思っております安倍内閣総理大臣。あのえー、質問の中でおっしゃったです、ね、ジェネリック品の点なんですが、この結果です、ね、日本でジェネリックが出にくくなるんではないかという。 データ保護の関係で,です、ね、これは全く違いましてです、ね、いわばこの米国、米国と日本は新薬を製造できますから、この新薬を作れる企業にとってはです、ね、なるべくデータ保護は長い方がいいわけでありますが、日本と米国以外は、新薬を作るという企業がないわけでありまして、なるべくそのデータ保護期間が短い方がいいという中において、これ、主に議論はです、ね、米国対 そこで決まったのは12年が8年になる、アメリカは12年になりますが、日本は8年になったんですが、日本、もともと8年になりますから、日本は全く変化がないということは申し上げておきたい、ですから、日本においてはです、ね、日本でゼネリックを作っておられる方々がこれで何か変化があるということでは全くないということは申し上げておきたいと思います。それと 一般の国民と企業がです、ね、これは対立概念ではなくて、企業で、中小企業も含めて、そこで人々が働いて、日々の糧を得ているわけであります。こうした企業活動がです、ね、盛んに行われて、将来に希望が持てるということは、そこで働いている人たちにとっても、将来に希望が持てるということになるわけでありまして、まさに消費人口が減っていく中において、8億人というマーケットができて、ここで同じルールになったと。 国営企業があるところとです、ね、日本の企業が戦うのは大変だったんですが、それは認めませんよと、同じルールでやりましょうということになってきたわけであります。そしててまた消費者にとってはいろなものがですね、えー 価値のの高いいものがそれはままた安く手にに入るということうなりますしかし一方ですね、確かにそれはご心配としてはですね、でも日本で頑張ってやってきたのに、海外からなんかいろんなものが入ってくるんではないかということだろうと思います。我々もそういうことについては、特に今まで工業製品はもともと日本はほとんど関税ないですから。 あまり変わらないんですが農業製品においてはそうでありますが、農業製品においてはそういうふうに心配を抑えている農家に寄り添う形で、しっかりと今後もです、ね、農業は国のもといでありますから、われわれもこの美しい田園風景と農業はです、ね、これは食は国のもといという基本に立って、守っていきたいと考えております。徳永恵理さん まあ、あの日本の,そのジェネリック薬品はというお話でしたけれども、今、日本で使われているその薬品あの、アメリカの製薬会社の薬品も使われているわけですから、まあ、データの保護期間が伸びるということは、そのアメリカの新薬のデータ保護期間が伸びればえ、ジェネリック薬品が作れないということになりますからそ。12年という要求だったのが8年になったということですよね。 いずれにしても最後まで揉めたのは、全、ま、肉、あ、薬品が作れなくなるということで、このデータの保護機関で揉めたわけであります。そして、ちょっとこちらをご覧いただきたいんですけれども、えっと、TPP、この TPP にです、ねえー、参加するときに、まあ、いろいろとおかしなルールがありました。ままずはは自自動動車車のの関関税税でありますけれども えー、米国の自動車関税が TPP 交渉における最も長い段階的な飛散期間によって撤廃され、かつ最大限に後ろ倒しされること、およびこの扱いは米韓 FTA における米国の自動車関税の取り扱いを実質的に上回るものとなることを確認となっております。これれ tpp にににに日本が一一番番最最後後国でで参加したわけですけすどもその時に、えー 前に参加している11カ国の承認をもらわなければなりませんでした。で米国からこの参加のための承認をもらうときにです、ね、まあ、前払いをアメリカにしたのではないかと言われているものであります。で、TPP では、えー、25年かけて関税を撤廃するということで、まあ、15年でやっと削減に入るということですから、まさにこの前払いしたのではないかと言われていることに、合致するのではないかというふうに思います。 それから軽自動車制度ですけれども、これも米国からですね、えー、軽自動車の規格制度が不公平な非関税障壁で、米国車の日本産業を阻害していると問題視されたことが、2015年4月の、えー、軽自動車税の50%の引き上げにつながったというふうに指摘されています。これ、7200円の自動車税が、えー、1万800円に4月からなりました。それからの規制です 政府は2013年の2月にですね、BSE ・旧海面上濃症対策で実施している、米国産牛肉への輸入規制を、輸入条件である月齢を20か月齢以下から30か月齢以下に拡大するという形で大幅に緩和いたしました。これで米国からの牛肉の輸入がぐっと増えたわけであります。でそれから保険です2013年4月12日に麻生財務金融省が 日本郵政参加の漢方生命のがん保険など、新商品の申請を当面、認可しないことを表明いたしました。でこのとき、日本生命とそれから日本郵政は、新商品の開発をしていたんですが、まあ、それがばっさりと切られてしまいましたですね、まあ、2013年の7月26日に日本郵政は、アフラックのがん保険をそれまで1000の窓口で販売していたもの、20倍の約2万局で販売するという、 業務提携強化を発表したということでありますでこれあの、政府は今まで、まあ、認めてこなかったわけでありますけれども、えこういった TPP に日本が参加するときに、アメリカからの要求を飲まされたということは事実かどうかということだけ、一言だけお伺いしたいと思います甘利国務大臣。あの TPP に参加するためにはです、ね、参加12カ国の同意を取らなきゃいけないと、で,ですから、えーあの、日本が参加するときには、11カ国の同意を取るということがあの義務づけられていました、で、えー、その中でアメリカとの交渉の中で、えー、お互い何がセンスティビ切っていいかという話し合いが行われて、アメリカは自動車と、えー、本当に自動車なのかなと思,思いはありましたけど日本は、えー、農産品の一部の中には、えー、非常に、あの 懸念を示すもののがあるととそれはです、ね、交渉の中で、えー、勝ち取っていきましょうとただ、確かにアメリカはその日本の参加に注文をつけられますから、そのときに、えー、自動車に関しては他の最長の期間と同等にすると、それからマキシマムバックローディングといって、削減開始はさ極限まで引っ張ってい,けいくということにその了解しなきゃ入れなかったわけです。ただ 交渉の中で,です、ね、マキシマムバックローディング、本当はアメリカは、えー、あの最長が30年のものがありますから、30年まで関税、えー、引き算し限で30年でドーンとやりたかったんでしょうけど、これはあの徹底的にやれということで、交渉で、えー、15年から開始をし、20年で半分になり、22年でほとんどなくなるということにしました、それから部品についてはです、ね、即時撤廃ということを徹底的にやって、これは、 あの韓米 FTA よりもいい成果を取ることができました、あのそういったです、ね、入会をするときの各国のつけられた条件をクリアしなきゃならないというのは確かにありましたけれども、それ以降です、ね、相当タフな交渉をやってきたというふうに思います。それれかからら、えー、軽自動車に関しましまてはです、ね、これははこ国内の事業者からも実は 私のところなんか、あるメーカーから、ですねもうこういう枠組みについてどうなんでしょうかというようなことを言ってきたこともあります、でそういう、えー、この普通者と系との関係も含めて、ですねバランスを取らざるを得ないということを、まあ、税庁が決めたということ、えー、だと思います、まあ、BSE については、まあ、それ以前からですね、えー、あの日米で協議をしていた課題でもありますし、保険についてはあの民間企業としてのですね、 経営判断ということもあったんではないかというふうに思っております小倉川入さんあの国会議員の皆さんは、えー、ほとんどご存じだと思いますけれども、えー、米国の政府、まあ、米国の企業、あるいはボール街、えー、こういったところからです、ね、あの年次改革要望書というのを長年にわたって日本に対して出されております。でこれは米国の企業が日本ににに参入するるな 法律や制度、これをまあ変えてくれと、まあ、履行をアメリカから求められているというものなんですが、まあ、2015年の年次改革書が今、私の手元にあるんですけれども、それを見てみますとですね、牛肉のセーフガードのところで、2014年、日本は米国産牛肉および牛肉製品の最大の輸出市場のままであった、2013年初めのさらなる市場開放以降、米国からの輸出が顕著に増加したというふうに書かれているんです。 でこれちょうどこの TPP に参加する時期、いわゆる前払いと言われた頃でありますよね、でそれからこの保険に関してもですけれども、えー、漢方生命のところに、2013年7月、日本郵政とアフラク社は、アフラク社のがん保険商品を取り扱う郵便局数を増やすための包括的な業務提携に合意した。 その結果2014年末までにアフラクシャのがん保険商品を取り扱う郵便局は、1000局から1万100局以上に増えた、こういうふうに書かれているんですね。このアメリカから毎年出されているその法改正や規制改革を履行しろと要望されている、この中に書かれてありますから、このことをまさに TPP 日本が参加しようとしたときに、前払いとして飲んだと、前払いを払ったと、入場料を払ったということだと思います。 そして、えー、さらに TPP には、後発参加国の不利な条件があって、まあ、交渉の内容が日本にとって不利なものであっても、後から参加したので、合意済みの部分を蒸し返さないとかですね、まあ、それから、えー、TPP は交渉の最終内容は公開するけれども、交渉過程の内容については、発行後4年間、秘密にする、公開はしないというような、えー、約束こともあるのではないかというふうに言われております。 さて、甘利大臣にお伺いいたしますけれども、えっと、私もアトランタの交渉会合に行ってまいりました。まあ、今までブルネイ、シンガポール、そしてハワイ、アトランタと行ってまいりまして、まあ、これまでずっと2011年から、まあ、国際 NGO の方々とか、それから交渉関係者の方々と情報交換をしてまいりました。で今回、アトランタに行ったときにです、ね、アトランタでカナダの交渉関係者の方とお話をさせていただいたんです。 そうしましたところ、その最初の閣僚会合のときにですね、甘利大臣から、まあ、今回何が何でも大筋合意をするんだと、で今回まとまらなかったら、もう TPP は漂流するんだと、そういうふうに言われたと、で、まあ、その12カ国みんな、一日も早くまあ交渉を合意させなければいけないということは、共通の認識ではあるけれども、どうして日本はこんなに大筋合意を急ぐんだというふうに言われたんですね。でまあ、交渉は やはり中身が問題だと、まだ細かいことが詰まっていないのに、大筋合意を急ぐ、大筋合意という結果が今回出たら、これは最悪のシナリオだというふうにおっしゃったんです。これを受けて、甘利大臣、どうお考えにな甘利、ね、国務大臣それ、カナダのよっぽど下っ端の人とお話しされたんだと思います。あの交渉をです、ね、最大急がったのはカナダなななんですなぜならば もう選挙戦に入っちゃうと、あのハワイの会合のですね時にですね最後まで、最後に立ち上がったのがカナダの大臣なんです、なんて言ったかというとです、ね、このままやめちゃうのかと、まだ日はあるじゃないか、慣れ続けないとアメリカに食い下がったんです、でフロマン代表はです、ね、もう案件が、これは1日や2日では無理だっていうんで、ここでさっと引いちゃったんです、珍しく、それに対して、一番抗議をしたのはカナダなんです。 で私はです、ね、カナダが途中から交渉を遅いんで,です、ねえーその、わざと急がせる意味で、カナダが原因、カナダはついてこれなくなるかもしれないと、私の発言って、必ずばーっと外へ出ますからです、ね、そしたらカナダはです、ね、猛烈に加速をしてきたんです、だから、えー、私は途中で,です、ね、カナダが原因で壊れることはないと言ったんです、そしたらカナダ側は非常に喜びました、そう言ってくれてと。 我々はこの席で決着をつけるつもりだと言ってきましたでカードもバンバン切ってきましただからカナダがその交渉を遅らせるっていうことは政権が変わっちゃうっていうことですからでアトランタの場合もですねそのとにかく投票日が迫っているとそこで決着をしなければということで非常に強い思いを 持っていましたですから、カナダの担当者がそんなことを言ったというのは、そのトップの意思があの通じていないんだというふうに思います徳永恵里さん。いや、私はそう思いませんね、そうですかそれともう一つ、こんなふうにも言っていました、まあ、TPP 日本が参加するメリットは、まあ、自動車だろうと、ただ日本はもうすでに自動車のカードを切ってしまったと。唯一のの日本の メリットである自動車のカードを切って、日本が TPP に参加する意味がどこにあるんだろうというふうにもおっしゃっていました、まあ、このことだけお伝えしておきたいと思います。それから、大筋合意ということですけれども、これ、まとまれば合意ということになりますよね。この大筋合意というのは、TPP にはですねえこの交渉の内容ですけれども、21部や30章ということでありますけれども、 このそれぞれの省が大体その大筋でまとまりましたよと、細かいことは残ってますけれどもま、まとまりましたよということなのか、それともまあ主要な国は大体合意してますけれども、まだいくつかの国がえ合意に至ってないんだということなのか、この大筋合意の意味をお伺いしたいと思います甘利国務大臣。 今何をやっているかと言いますとですね、えー、法的ですね、えーまあ、実務的作業を行っているんですそれはあの英語で言うとリーガルスクラブというんですねでそれはまあ日本的にあの言い直すとですね内閣法制局の作業みたいなことをやっていますですからそれをおが進めばですね、えー、あのきちっとした案文としてですね 決着をするわけでありますから、えー、あの全く何決めなきゃならないことが残っていて、えー、それを決めないとお、国会にかけられないということではなくて、国会にかける姿にするために、ですね、えー、その法制局的処理をしているということです。徳永恵さん、はいえー、それからですね えっと、11月5日に TPP 協定のテキスト、暫定案文が公表されたというお話はいたしましたけれども、えー、TPP のこの暫定案文という言い方についても、えー、どういうことなのかということなんですが、まあ、これが最終的な協定文になるのか、正式な協定文になるのかということがよく分かりません。 えー、もしこれが暫定案文で最終的なものでないとしたら、まあ、今後、問題点の修正とか、それから再協議を行われることも考えられると思うんですが、ただ、USTR は再協議をしないとおっしゃってますし、甘利大臣も再協議はしないというふうにおっしゃってると思います。となると、これ、暫定案文というふうになっていますけれども、 このテキストが正式なテキストだというふうに理解してよろしいんでしょうか、それともこれからまた新たなものが出てくるということなんでしょうか。あまり、国務大臣。申し上げましたように、法的・技術的精査、リーガン・スクラブ、つまり法制局の法制局的処理をしているわけですから、これが法制局処理を終わってですね、 確認が取れ次第ですね、正式なものにななるということでありましてですね、これからあの最終的にできているものが違ったものになるということはありません。徳永恵里さん、それではこれが最終的な協定文だというふうに理解してよろしいということですか。あま国務大臣、あの出来当たる文書は法的技術的なですね、精査がなされていませんから。 その法的技術的精査をするとで、えー、そのきちっとした条文にするために、ですね内閣法制局的なあの処理をしているということであります徳永恵理さん。それでは、その法制チェックをする中で、問題が出てきた場合には、まあ、修正ということも考えられるということですか。国内容の修正というよりも技術的、えー、法的法処理からですね こういう表現はこうではないかみたいなことになるんだと思います。まあ、もし詳しいことがあれば、事務方からあの答弁させますがどうしますかまたそれの後日、お伺いしたいと思います、はい、徳永恵りさん。それで、えっと、TPP の今後のスケジュールなんですけれども、米国のオバマ大統領もです、ね、5日に米国議会に協定部に署名する意向を通知したということであります。でまあ、これれれが TPP のの今後の流れなんですけれども 今、法制チェック、リーガルスクラブをしているというふうにおっしゃいましたが、十二各国で正式な協定文が作成されます。そして、これから各国で承認手続きが始まって、十二各国が、十二各国が揃って、この協定文に署名をしてから、それからその各国で審議をして、承認手続きに入るという形になります。そして、それぞれの国が順次批准をしていって、承認されて、批准がされれば、 発行という形になるんだと思いますけれども、日本の今後のスケジュールについて、今、決まっているところをご説明いただけませんでしょうかまり国務大臣。まだ日本,、えー、日本はこ、まあ、あのリーガルス,スクラブが、えー、住んで、そして、その署名しないと、これ、発行しませんからね、えー、署名要件が揃った時点でですね、 えーまあ、そのどこかでセレモニーがあるかもしれませんけれども、えー、それ以降、えー、国会に提出して、えー、国会の承認を得る手続きに入るということです、でそれは、えーまあ、私が決めることじゃ、えー、ないんですけど、政府が決めることですが、えーそのうん、合意が整い次第ですね、署名ができ次第ですね、えー、できるだけ迅速な国会提出になるのではないかと思います。 徳永さんあの来年の通常国会では、まあ、承認手続きを行うということでよろしいんでしょうか安倍内閣総理大臣。あのまだこれは、日程的に明らかになっているわけではございません。合意はいたしましたが、まだ法的、技術的な処理が残っておりますし、そしてまた、えー、これはまあ各国首脳においてですね、い、えーまあ、わば例えば、 TPP の方首脳会合のようなものを最終的に開く必要等もあるかもしれませんし、まあ、そうしたことも含めてです、ね、日程等についてはまだ検討している最中であります徳永恵理さん、はいえー。それからですね、あのニュージーランドから公表された協定案の最後に、この協定は英語、フランス語、スペイン語を成分とするとあるんですけれども、まあ、米国と一緒に、 TPP 協定を主導した日本の言語がですね、成分にならないというのはどういうことなんでしょうか、TPP が日本の多くの法律や制度に影響を与える以上、日本語でなければ日本の社会制度と国民生活を守れないのではないかというふうに思います。これ、お願いなんですけれども、日本語も協定の成分にするということを要求するということはできないんでしょうか。 渋谷内閣官房内閣審議官お答え申し上げますが 通常、こういう多国間の協定の場合に、英語だけではなくて、フランス語、スペイン語が成分であるというのは、割と一般的なことでございます。で我が国は、多国と結んだ、こういう通称協定だけではなくて、条約すべて国会にお出しする際は、日本語の条文という形で国会に提出させていただきます。先ほど大臣がお話した通り署名までの間に 条約の協定文を確定いたしますので、その確定したものの日本語をつけて、国会でご審議いただくということになると思います徳永恵リさん、はいえー。それからですね、えーと、利害関係の強い国間で交わされた交換文書、サイドレーターについてお伺いしたいと思います。自動車の非関税交渉の、えー、妥結を確認あ、非関税措置に関する所管の概要を読むとですね、 自動車貿易に関する並行交渉の妥結を確認するとともに、日米両国について TPP 協定が発効するときまでに、日本が取る自動車関連の非関税措置等を記す文書となっています。つまり、日本の並行協議で決まったことは、TPP が発効しようがしまいが関係なく、すぐにできることからやるということでよろしいんでしょうか。田外務大臣 はい、あのご指摘の所感ですが、今、委員の方からこの、まあ、紹介がありましたように、えー、自動車貿易に関する日米並行交渉の妥結を確認するとともに、えー、TPP 協定が、えー、日米両国について効力を生ずる日までに、日本政府が実施することを決定した、えー、自動車関連の非関税措置を期した、えー、法的拘束力を許さない文書、このように位置づけられています。えー、そしてご質問の この,、まあ、あの発,発行と、そして内容の実施との関係ですが、これあの、あくまで TPP 協定が効力を生ずる日までに、日本政府が取る措置を期したものでありまして、TPP 協定が効力を生じない場合においては、えー、この日本,日本政府がそれらの措置をすべて実施することまでを期したものではないと解されております。 それからさらにです、ね、今回配布された交換文書の保険等の非関税措置に関する並行交渉で、保険透明性投資知的財産権、企画基準政府調達、競争政策、それから急増便および衛生植物検疫の分野に取り組むこととされたことに関してです、ね、日米両政府の認識等について記す文書とされています。 規制改革について、日本国政府が外国投資家等から意見及び提言を求め、関係省庁等からの回答等とともに、規制改革会議に付託し、同会議の提言に従って必要な措置を取るということになっています。規制改革会議は大臣、あの総理大臣の指摘諮問機関ですよね、そして委員は、企業のトップの方々で構成されているわけであります。でなぜ規制改革会議な が政府に対して提言できる権限を持つのか、その点についてお伺いをしたいと思います安倍内閣総理大臣。規制改革会議ではです、ね、学識経験者のほか、弁護士や企業経営者、マスコミ、シンクタンクなど、幅広い分野から、優れた知見を有する方々を委員として任命をしています。また関係する分野の現場にに近い方にです、ね 専門員としててて議論に参加ををいいいいただいているほか関係省庁等か等らも十分なヒアリングを行っていますこのように、規制改革会議においては、委員のみならず、課題に応じて参加する専門家や、官係省庁などを含め、規制改革について適切な提言が得られるよう、バランスの取れた選定が行われていると承知をしておりますので、この場で議論することがふさわしいと考えております。 小倉がえりさんあの規制改革会議は、その企業のトップの方々がいいんだと申し上げましたけれども、まあ、これまでも農林水産委員会でもそうなんですけれども、その規制改革を考えるときには、その企業の方たちだけではなくて、やはり農業者とか、それから労働者だとか、例えば教育関係者だとか、医療関係者だとか、やはりその専門家、現場の方の声をそこに入れていかなければならないと思うんですね。 ぜひともその規制改革会議の中にです、ね、まあ、そういった方々の声を反映させる仕組みというのを今後、考えていただきたいなというふうに思います。でそれからあの先ほど、年次改革要望書のお話をいたしましたけれども、この2国間の交換文書の中の、今の保険のところですけれども、えっと、衛生植物検疫 SPS というところがあります。この SPS のところを見ますとですね、えー 両国政府は収穫前および収穫後に使用される防火備剤、食品添加物並びにゼラチンおよびコラーゲンに関する取り組みにつき、認識の一致を見たとかですね、それから収穫前におよび収穫後に使用される防火備剤について、農業および食品添加物の承認のための統一された要請、それから審議の過程を活用することにより、合理化された承認過程を実施するとか。 えー、そういうことが書かれているんですよね。でこれあの、食の安全・安心という部分において、年次改革書を見てみますとです、ね、年次改革書でも、やはりこの植物衛生検疫について、日本に対して履行を要望されていて、えー、例えばこの食品添加物のところでは、2002年、日本が承認プロセスを加速するとした46品目の食品添加物について、4品目を除き、すべてが承認された。 米国は残り4品目にかかる審査を完了するとともに、将来のすべての食品添加物の審査プロセスを迅速化するように求めているというふうに書かれているんです。で、この、えー、交換文書の中では、この食品添加物に関してもですね、 我が国において、未指定の国際汎用添加物について、原則としておおむね1年以内に我が国の食品添加物として認めることを完了することとした2012年の閣議決定を誠実に実施するというふうに書いてありまして、 やはりこの企業からの、米国の企業からの要求をです、ね、まあ、今回の TPP の中でも相当飲んでいるということが伝わってくると思います。それで、この TPP の協定文書を見ていると、具体的に分かることもあるんですけれども、抽象的で、よくその調査、分析をしなければいけない、なければ分からないこともたくさんあるんですが、私はこの年次改革要望書で、米国は日本に対して要求していることをしっかりと見ていくとですね、 まあ今,度今後、この TPP の中でもどういうことが起きるのかということがえ分かるのではないかというふうに思っています。そして、ともすると、この年次改革要望書が TPP に変わるのではないかと。 今までは米国から要望されて、履行を求められてきたという形ですが、これからは TPP3 加国の中で合意をしたから、法改正や規制の緩和撤廃というのをまあ企業のために行っていく、そういう形になるのではないかということを大変に懸念しておりますが、その点についてお伺いしたいと思います甘利大臣。まずあの、SPS 協定についてはですね、 日本は今の制度を変えることは全くありません。日本の科学的検知に基づいた審査過程によって対応すると、これは全く変わりません。それから、TPP の中ではですね、再協議事項というのは、完全に関する、その、成人、完全に関すること、 あるいはセーフガードとかですね、あるいは緩割とかですね、その種のことに限られておりまして、それ以外を再協議協定、最強に協定の中でやるということはありません徳永恵理さん、時間になりましたので、終わりたいと思いますけれども、あの今この 艦パートナーシップ TPP 協定交渉参加に関する衆参の農林水産委員会の決議文をここに出させていただきました、この赤字のところなんですけれども、関税もそうですし、それから今申し上げました SPS の残留農薬や食品添加物の問題、それから i s t 条項も入りました、それからまあ重要5品目の生育を確保するということですが、あのこれちょっと時間がなくて聞けませんでしたけれども、確保できているのかということも疑義があります。 えっとこういったあの衆参の農林水産委員会の国会決議に違反していないかどうかということに関しても、これからしっかりとですね委員会の中で議論していきたいと思いますので、最後になりますけれども、ぜひともやはり時間がありませんので、TPP に関連する委員会も、これから審議をしていかなければなりませんので、ぜひともあの臨時国会を開いていただきたいということを強くお願いをさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました 以上で徳永恵里さんの質疑は終了いたしました。<noise> M